実はね、チョコ作ってって。ライスのだけど大丈夫？受け取ってもらえたら嬉しいな。お兄様、バレンタインだからライスと一緒にチョコのお家作ろう。レシピ書いてきたの。あなたにはバーヤ直伝の手作り菓子を用意してあるのです。温かいあの味を知っていただきたくて。トレーナーさん、その付き合っていただけませんか？トモチョコを渡す練習に。チョコの温度は馬娘の闘志に同じ、つまり適度な熱量が必要ということですね。お菓子を作ると和風になりがちで、間を取って和三盆トリュフです。お口に合うといいのですが。いやー、バレンタインって素晴らしいね。僕しばらく甘いものには困らなさそうだよ。ねえねえトレーナー、僕からのチョコ欲しい？欲しいんでしょ。仕方ないな。はい、どうぞ。ハッピーバレンタインです。いつものお礼にチョコどうぞ。チョコ、お母ちゃん直伝のレシピで手作りしちゃいました。もらってくれますか？みんなチョコレートをたくさん食べているけど、あんなに食べてレースに影響出ないのかな。これ受け取ってもらえますか？バレンタインだと昨夜気づいたので、簡単なトリュフですが。はい、手作りチョコレート、愛情たっぷり込めてあるから、これでもう私にどっこんね。日頃のお礼にって後輩ちゃんたちからチョコをもらったの。もうみんな可愛いんだから。これは君のために用意したんだ。冗談めかしていると簡単なのに、真面目にやると照れるね。トレーナーさん、チョコは好きかい？だったらバッグの中を見てみて。ちょっとしたサプライズさ。チョコ作ってみたんだ。入念に味見をしたから少々小さいが、受け取ってくれトレーナー。今日はバレンタインデーか。どんなチョコが食べられるのか一日楽しみが尽きないな。ハッピーバレンタイン、よーく味わってね。私の手作り、まぐろなさしみ。なあ、チョコ味の木炭と木炭味のチョコだったらさ、どっちのがいい？机見たか？ほら、今日あれだろ、バレンタイン。日頃の礼ってだけだから深読みすんなよ。またチョコもらっちまった。深い意味はねえって分かってるけど、やっぱ照れんだよな。チョコ欲しいなら後であげるわ。一番豪華なお返し期待してるからね。あげる、バレンタインのチョコ。言っとくけど義理だから。まあちょっとだけ特別だけど。トレーナーさんへのチョコは特別？ラブもサイズも100倍増しです。ハッピーバレンタイン。トレーナーさんには感謝の言葉をいっぱいプレゼントします。どうぞ、お気に入りの和菓子です。チョコ以外のバレンタインもなかなかおつではありませんか？トレーナーさん、甘味によく合うお抹茶はいかがですか？真心込めてお立てします。ハッピーバレンタイン。いつものお礼にチョコレートを受け取ってくださいませ。黒の味には劣るでしょうが、
心を込めて作ったチョコレートです。食べていただけますか？どうぞ。自家製ソースが入ったエルパパお墨付きスパイスチョコ、家族以外に渡すのは初めてです。ハッピーバレンタインです。日頃のお礼のチョコレート後で持ってきますね。僕の等身大チョコを部屋に送っておいたよ。食べる前にぜひともじっくり鑑賞したまえ。みんなそわそわしているね。僕にチョコレートを渡したいのなら遠慮する必要なんてないのに。生徒会にチョコが届いてな。保温謝得、この恩は生徒会の役目を持って返すこととしよう。春大祭でチョコを作ったので受け取ってくれ。砂糖が控えめなのは私たちの進む道が甘くないことを表現している。チョコを用意した。日頃の働きを評価しただけだが、味の感想は直接伝えるように。以上だ。同系の思いはありがたいが、あの大量のチョコには参るな。食べきる方法を考えなくては。うち特製栄養満点おから入りクッキーや。見た目あれやけどうまいねんで。うまいで。いっぱいチョコもらって、ほんま周りに恵まれたわ。みんな優しくて心ポカポカするわ。見た目、味、包装のバランス、すべてを計算した手作りチョコだ。気に入るといいのだが、バレンタインは日頃の礼を伝える日でもある。私の礼も受け取ってくれるな。トレーナーちゃんにはマヤの投げキッスもプレゼント。ハッピーバレンタイン。はい、マヤからのチョコ。トレーナーちゃんは大人だから一番ビターなのを選んできたよ。思いの力は何よりも強い。過去の無心の思いが時代を超えて受け継がれるほどに。チョコレートにどんな思いを込めるかも自由なら、どう受け取るかも自由。さあどうぞ。マスターにもチョコを用意済みです。調理家電には頼れないため、すべてこの手で仕上げました。どうぞ。クラスの皆さんから友チョコなるものを受領。今日だけの特別なエネルギー源です。甘いもの好きだよね。一個余ったからあげる。やっぱり今のなしで。恥ずかしすぎる。バレンタインはもらう側に回ることが多くて、応援してもらえてるって実感できるから嬉しいんです。私の愛情とその他がいろいろと入ったチョコを用意したよ。遠慮なく食し、レポートを提出してくれたまえ。私の脳と糖分は切っても切れない関係なわけだけど、君ちゃんとチョコは用意してるだろうね。好物のお米入りチョコで感謝を伝えたかったのに失敗した。普通のチョコでごめんなさい。感謝とありがとうと日頃のお礼を込めてチョコを。うわー、口にすると照れ。わー、こっち見ないで。完璧な調理、そして親愛の気持ちを込めました。特製ザッハトルテ受け取ってください。ケーキ屋の娘の誇りにかけて、今日のショコラーデはいつも以上に丁寧に仕上げないと。お兄ちゃんにはチョコじゃなくてあげちゃおっかな。本気にしてもいいよ。パイチョコとカレンどっちが欲しい？なんてお兄ちゃんにカレンはまだ早いかな。もしかしてチョコもらえるとか期待してんの？今時古くない？はあ、後でね。後で。ま、あんたには世話になってるし、お礼も兼ねてってことで、本心はちゃんと入れたつもり。調理中にチョコが爆発しました。
私の熱い感謝の気持ちに耐えきれなかったのでしょうね。大人なトレーナーさんのためにこんがり焦げたビターなチョコをご用意しました。ふふん、おもチョコとか面倒。ん？何見てんの？あんたも欲しいとか言わないよね。ああ、チョコは後で渡すから。何ってバレンタインよ。お世話になってるし一応ね。トレーナーと会ってから面白いこといっぱいだよ。だからチョコもいっぱい買ってきたんだ。チョコみんなで作ったんだ。味見がかりだったからお腹いっぱい食べられたよ。バレンタインということでお守り型のチョコレートを作ってみました。どうぞ。フォーチュンクッキーがあったので買ってきました。占いで見るため大量のクッキーを食べねば。そっか、今日バレンタインじゃん。遠藤すぎて忘れてた。夜値引きチョコ出るかな。あのさ、チョコ私のでも欲しかったりする？なら机置いとくからさ。ハッピーバレンタイン。日々の感謝を込めてキングにチョコを捧げる権利をあげるわ。それでチョコの用意はできたの？早くしないと私のチョコと交換できなくなっちゃうんだから。頑張ってるトレーナーさんにチョコレートです。疲れた時は甘いものが一番ですから。トレーナーさんの笑顔が見たくてチョコを作ってきたんです。あーんしてあげますね。